心臓を貫いた。人間部分は即死だ。そしてお前もあと数分、頭を奪えなかった者の寿命として諦めるんだな。時間がない。心臓への直撃、到底数分では修復できない。かといってこのままではまず新一の脳がダメになる。となれば私自身が心臓と一体化する以外にない。穴を塞ぐと同時に心臓を動かし、さらに私自身にも血液を循環させる。さっきのやつは頭への移動に成功したようだが、私の場合はそれ以上の冒険だな。よし、なんとかなりそうだ。しかし自然治癒は期待できん。全身から少しずつ細胞組織を集め、傷を修復、補強する。私自身はそれに合わせて少しずつ血管を伝って右手に戻る。教えてよ、もうやめてよ。秋穂ったら、砂糖か。